日でね、ようやく1000キロ、初回点検、今仕方やって帰ってきてます。多分全体的に前回の R25 17年モデル乗ってたって言ってたじゃないですか。これいいぞ。あのギミックがねすごい変わってる気がします。このペダルですよね、リアブレーキのペダル、足を置いてるとこね、これね純正ねすごい良くなってるんですね。前のって、まあ、他のよその車種もそうだと思うんですけど、これペダル上にあるんですけど、なんかふくらはぎ当たったりすねが当たったりして痛いっていう、でこのふくらはぎとか当たって痛いっていうあざできたとかそんなんがないっす。これこの純正のないんですよ。もうすごいねいい感じにふにゅって、ま、あの折れ曲がってくれて、いい感じです。これがね前の R25 2017年モデル時のやつやと俺痛かったんですよ。ガツッてあと、またがってよいしょよいしょってやってる時に前に後ろに下がったりねしてる時にガツッてあと痛え痛えってなってたやつがなくなりましたね。全体的にミラーの位置が変わったところもあるんですけど、スイッチの位置も変わった、フロント側によって良くなった、変わった、そういったところが多く見られたんですけど、足元のペダル、この辺のところのギミックは若干ちょっと微調整されてるっていうのはちょっとあるんちゃうかなって僕は思う。勘違いかもしれへんけど、そういう風に僕は思いました。真横からスーッと当たってきても痛くないんですよ。ちゃんと折れ曲がってくれるんですよね。そこの傷が一個あります。皆さんね、一回どっかで試乗するときにそれ確認してみてください。良ければ、前期 R25 の方、ちょっと情報欲しい。そんな痛くない？なかったっけ？俺の買った R25 だけ痛かったんかな。ガーって当たって折れ曲がることは折れ曲がるけど、斜めに当たらんと折れ曲がらないんですね。すごい斜めに、今回の斜めじゃなくて結構真横に当たっても折れ曲がってくれるんで助かったなと。あ、やばい、半袖になって走ってきてる。寒いかもしれない。テラスに着きましたんで、インプレッションここまでで終わりますよ。まあバイク補給なので入ったところで終わりましょうか。いやいや、今日も皆さんありがとうございます。僕のね言いたい方だよ結構ね言いたい方で言ってますけどね、後でね後悔してる時多いですちょっと言い過ぎたんですよ。むっちゃこれ R3 と R25 やったら R25 の方がメリット大きいし、 R3 なんか乗るほどないんじゃねえのとか、車検だけもったいないんじゃねえのとかいろいろ言っちゃったりしてますけど、もう実はそういう風な発言をした後にものすごい後悔したりするんですよね。お疲れ様です。あー、寒い。
かない。雨が降りそうなんで、ハリテラスから帰るところです。雨降りそうですね。なんか U 字に囲まれてるような感じになってたんで、あの雨情報、あと1時間後にはちょっと雨がやばい、帰るかもしれない。ありがとう、張り手の、またなーって。こうやって開けるかな、ここの後ろ、あ、これ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 、全然簡単にね動いちゃう。見てます？トンって当たった時に、こいつがね、すごい楽に動いてくれるんですよね。こっちもね、楽に。結構楽に。そのむちゃめちゃ痛いっていうのはないんですよね。これが、僕ちょっと、進化したんかなって思う。ところ一つでもあるんですよね。もうちょっと角度をつけたのか、ね、それとも、その接触部分っていうか、その中のワッシャーみたいな増やしたり、なんかそういうふうな、なんかしたんやろうなとは思うんですけど、今までの2017年モデルと比べて、これがすごい痛みを感じない。よいしょってエンジンね、かける前にちょっと車を駐車場から出したとか入れるとか、そういうふうなことを結構やると思うんですけど、またがったままだと思うね。その時にまた当たってて、って感じ、こっちこっちって感じやったのが、ちゃんと働いて、押しボタン式って書いてるけどさ、いつも思うんだけど、押しボタンどこにあるの？え？あそこ？え？押しボタン、押しボタンここにあるの？ちょっと、信号から。ちょっと待ってよ。そんなのあるな。なんかセンサーあったっけ？やめてよ、そういうの。そういうのやめてくださいよ。知識ですが、あの、マニュー受けないでください。素人なんで、マックマネージ素人なんで、僕が間違えてる可能性なんて大々としてあるんで、もう間違いだらけかもしれないですね。全部間違いかもしれない。でも、あ、これは面白いなと思って試してみようかなと思ってたら、試していただいてもいいと思うんですけど、あくまで自己責任で気をつけてやってください。